御神妖子ありけ、その狐九つの王あり、その王一度降らば山崩れ津波立つ、これに講じて人ども忍びの輩を集めけ、わずか一人が忍びの者生死をかけこれを封印せしめるが、その者死にけ、その忍びの者名を四代目火影と申す。風じゃ、今日もこの葉は平。またんか、ナルト。ん？へっへー。そう簡単に捕まってたまるかってばよ。三代目、ナルトのやつここに来ませんでしたか？ちらっと見たが、すぐどこかに行ってしまったぞ。せっかくアカデミーを卒業できたのに、いたずらは卒業できんとは。まったく。おう、九尾を封じておるのがあのナルトというのはちと不安じゃが、今日もこの葉は平和そのものじゃ。